懸命応援して人気があります、でも全然なんか握手会はそのお客さん来るけど、それじゃあ舞台とかステージとか立てませんってなると、うん、ファン怒ったりしないんですか？いや、それはでもファンの人にもちょっと問題があって、ほうというか握手に来る、握手人気イコールなんかその顧客の多さとは限らなくて、はい、2番目とか3番目とか4番目に好きで行くと気持ちよくしてくれるからっていうので、握手はすごい人気あるんだけど、蓋を開けてみればめちゃくちゃ一押しにしてくれてる子が少ないとかってなると総選挙は弱くなっちゃうんです。そういうのがあるんですね、多分。そっか、まあ、確かにそのイベントに行った時に一人だけ握手するんじゃなくて複数の人握手するから。そうなんですよ。でも一番、そっか、本命とは違って2番手ぐらいに、まあとりあえずこの人いい子だから握手しようっていうタイプは確かに握手会は人気になるんですけど、本命にはなれないんだ。そう、推し面は一番好きだから握手行くけど、でもなんか塩対応だからその後に行くとなんか良かったなって思って帰れるみたいな、なんか抑えの子というかそういうのがあってだからみんな、だから一押しは別にいるけどそこになんか集中したりとかしてすごい人気だけど、なんかじゃあ総選挙でめちゃくちゃ投票するかって言ったらそうじゃないみたいなパターンもあるんだなって学びましたすごいですね、シビアな世界ですね。いや、そうなんですよ。じゃあ結局は、じゃあその握手会でその2番手3番手で人数を増やしても推しになれないとダメなんだ。そうだ、やっぱ一番に好きになってもらわないと AKB の場合総選挙は弱かったです。でもその推しは塩対応でも許されるんですか？ね、なんかだから握手の対応だけじゃないなと思います、アイドルって接するとなんかそんなに冷たいんだけど、やっぱりこの子の歌ってるとことか見るとやっぱりどうしても好きなんだよねみたいな魅力がある子がやっぱセンターだったりとかしましたね。それどうしても惹かれちゃう、真似とかできないもんなんですか？